そうですね、私たち倉田市はまさにこう食品ロスを削減するための会社でございまして、特にそのいわゆるこう国連が SDGs を採択されたのが2015年9月、その7ヶ月前から、SDGs 的に言うと、ターゲット12の、12日さんが、主なところなんですけども、作る責任、使う責任みたいなということで、食品ロスを改善するために会社を設立してやっています。私は 1.5 次流通革命だ、廃棄しているものっていうのは、廃棄せざるを得ないっていうものを、要は世の中にとってその適切な感じでそのマーケットインすることにより、そこができるかなと。日本初最大級の食品ロス削減、サイトになっています。ここにかかる三方よしみたいなご評価をいただくんですが、出品者である、その生産者である、製造メーカーないし、いわゆるこう農業漁業の、地産業従事者の方っていうののこうロスをこうすべからくなくす、でそこの、得た利益というか、売り上げを還元する、で消費者はお得に、お財布にもエコで、環境にもエコなんですが、買い物をしながら、暮らしで商品を買っていただくことイコール、その食品ロス削減に貢献していることでもあり、さらにその気軽に、例えばワンちゃんか猫ちゃんを飼ってます、動物の殺処分ってちょっと気になるわっていうのが、私たち の, その動物保護のカテゴリーの中にそういうその、NPO さんがいてっていうことにこう支援ができたりというのが、自分で選べる仕組み。